こんにちは、オムです。今回は最強ドリブラー、ガビ選手、メイン賞をしていきたいと思います。17歳にして世界最高峰クラブでスタメン定着しているガビですけども、能力の方はドリブル能力、グラウンドパス、ボディコンが高くなっています。オンチャレ何回かやってみたんですが、いいところたくさんあるので、試合やっていきながらガビ選手の良さを知っていただけたらなと思います。それではオンチャレの方をやっていきましょう。今回もガビ選手をね、ハイライトで見ていきたいと思います。まあ、低レートはね、まあ、リアルな使用感が、まあ、わかるのかなと思うので、ぜひ最後まで見てください。まあ、これドリブル突破ミスって、で、もう一回ガビに預けて、で、イランルーレット使って、決めていく。カウンターですかね。まあ、低いからでも、ダブルタッチで。まあ、さっきいらんかったな。で、こういうね、重要なところで抜けないっていうのがね、まあ、リアルですね。まあ、こういう低い位置で抜いていく。まあ、これも2回抜いて、リバスが、スルッと通して、ラーネ、いいね。ガビ、とりあえず1枚、抜いていく。ダブルタッチで逃げて、こういうね、大事なところで抜けないんですよね。ゴギッチが、カット。で、ガビが走り出している。で、出して、ずらして、決めていく。ここからダブルタッチ。そして、これルーレット。で、バーストか。ここで抜けないと。ゴギッチがカットして、ガビが持つ。で、ダブルタッチ。そして、ルーレットか。で、バースト。好きだね。そして、まあ、ここは通らないと。で、バルコから、まあ、サイドのガビ、預け。ここ見えとったね。で、ロハス、出して。まあ、相手のディフェンス悪かったんですけど、点に繋がっていくと。で、ガビが、ここ止まるね。3枚通していくパスね。まあ、意図的じゃないんですけどね。で、こうガビ、ここで奪ったら、まあ、数人抜いたらね、もうチャンスなんですよね。スルーパスもあるし、まあ、今回は打ちましたね。ガビ、この低い位置から、ダブルタッチで抜いていく。で、あとね、もうスピードがあるんで、もう爆走して、もう中行ける。と、ここで、オバメお決まりのパターン。はい、今回は、ガビ選手使っていきました。まあ、皆さんならね、まあ、もっと上手く使いこなせるはずなんで、ぜひ使ってみてください。ありがとうございます。またしましょう。バイバイ。